はい、どうもこんばんは、こんにちは、シーフェンです。今回の企画なんですけど、ゲーセンにいる店員さんもしくは景品いっぱい持ってる人に、この店舗以外に取りやすいおすすめのゲームセンターありますかって地図つなぎで聞いていったら、最後に行くゲーセンめちゃくちゃ簡単に取れる説っていうのをちょっと検証していきたいと思います。今回の地図つなぎは3店舗で検証していきたいと思います。最後に行くゲーセンめっちゃ取りやすいと思います。で、今回の企画、僕がプレイするんじゃなくて、あんまりクレーンゲームをしない親友の渋谷海斗にプレイしてもらって、あんまりプレイしないやつでもサクサク取れるんじゃないかなみたいなとこを撮影できたらなと思います。それではちょっとこれから渋谷海斗と合流していきたいと思います。これでいったっしょ。マジ？うん。それの真ん中がここら辺で、左アームがバーより奥で、右アームがバーより手前。あー、これ奥すぎんだよね、ねじれちゃう。どうだろう、ねじれて、ね、あー奥すぎだね、奥細、もうちょっと手前で、ね、難しいわこれで。あ、でもバー打ちでもこれでどう動くかみたい。あ、動くね、これ取れるやつ。右寄せて奥行こう。あ、これすごい。あ、でも、あ、入った、来た来た来た、いいいいいい、すごい、どうなってんだろうこれ。左アーム寄せて奥ね、あんまり寄せすぎちゃダメだね、うん、いいね、爪入ればもっと奥か。いやでもいいと思う、ほほほほ、左手間もうさっき隙間できたから右寄せて奥、うん、おめっちゃうまい、このよしよしよし、これ神神神、ほほほほ、もう一回右寄せて奥、来てるね、ないやばくない、いいねいいね、全然やばくない、もっと良くないか。いや、いいと思う、信じろ、信じること、あとは重い、ちょい当てておく、いいね、あー、当たっちゃうんだよ。あ、でも、爪入れば上昇時に、おし、ここまで沈んだら、バーク、このエリアが、うんうん、両爪バー開けでいいけど、うん、結構ねじれるから、本当は右アームバー当て、ちょっと多くしたいんだけど、うん、その技術は難しいから、開けるけど、じゃあ行こう。あ、でも動きは絶対出る、ほら、むしろリーチ、これ知ってる、もちろん右爪してここ狙うじゃん、くるんって右爪でそこ、そうなんかめっちゃ立体的じゃん、いい位置、もっと寄せていける、いい位置、いいね、これでまた左が隙まるから右アーム寄せて奥持ち上げて、どんどん手前沈めていく。あ、ちょっと奥、奥、あ、奥ね、奥、奥、手前してて、あ、手前もね、うん、問題ない気がする、ちょっと動き出そう、あ、もうちょっと、これ戻ったね、ほらバークロスやがいな、なんだ、当たっちゃうわ、これねじ、ねじろ、ねじりきれ、おー、うまい、プロじゃん、はい、平行移動できるか一回聞いてみるわ、いやもうちょい手前、いや、よ寄せがちょっと限ってる、さっしょ、刺さった、刺さった、刺さった、これ取れる、取れる、あー、惜しい、で、あとはもう左に隙間あるから両爪かけるイメージで若干右爪寄せて奥持ち上げて手前進めていく、右バーカスも置くぐらい、むずいって、むずいよ、できてる、できたあ、動かないじゃん、あ、寄せすぎた、いや、でもね、動きは出そう、この動きを見たい、パワーあるからね、あ、あ、うお、取れそう、取れそう、おお、取れるでしょ、バーって奥ぐらい、これがバー当たって奥行ってないじゃん、うん、右爪に入んないんだよ、これは入った、地獄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 自力じゃん、よっしゃ、感想は難しかったね、でも手順わきまえれば、わきまえれば回しちゃっていいですか、めちゃくちゃ景品持ってる方なんで、ここら辺おすすめのゲームセンターってありますか、ビッグカメラさんの中にある、あ、すぐそこの、はい、新景品ですよね、クラッカーとか、そうですね、新景品、すごい、あ、じゃあ、ありがとうございます、台東って言います、すいません、ありがとうございますということで、台東って言ってたけど、行っちゃいますか、よし、いい流れだということで、来ました、どうだっけ、何が好き、ポテチ、もうゆっくりだ、どんぐらい開くのか分かんねえめっちゃうまい、え、めっちゃいいんじゃないこれ、おー、めっちゃ
あ、じゃあ当てちゃうとダメなんだね。うまい、うまい、いいね。おー、落ちた、落ちたね。これ取れるでしょ。いいね。世界一気持ちいい取り方する。右であの浮いてる角を押す。いけ、惜しい。あれあれあれ、うん、沈んでる角を押した方がいい。あそこの角行くとバーに当たって加工が止まっちゃうから、右の方の角、あれもう落ちてるじゃん。あ、そっち押すの。そうそうそう、あ、そっち押すの。スネークすぎだ。これめっちゃ開くからこれやばい。そんなに激しくなくていい。やっちまったね。これ やっちまったね。でも取れそう。でも取れそう。誰かやめちゃった形だけど、一回見せて、一個回せばもう取れるんだよ。パスじゃん。おお、なんでやめちゃったんだろう。かわいそう。かわいそう。あげるわじゃん。これやってみていい。いいよ。取れそう。愛の力があるからね。他の人よりパワーが入ってるんでしょう。いけるいける。ニュートンさんが言ったんだけど、奥のパワーが高いじゃん、手前が低いじゃん。で、物ってさ、高いとこから低いとこ落ちていくじゃん。こういう高さが違う水広がりは、一見手前の低い方が広がってるから手前の方が落ちそうなんだけど、多分理論的には高さある方から低い方を落とす方が落としやすいから、これ奥がはまってる方が落ちやすい。そう、多分違ったらコメントで叩いてほしい。ニュートンに謝れって。奥落ちろ。あれ遅れてたの。よし、いけ、よし、来た。めっちゃいいとこ、めっちゃいいとこ。奥落ちろ、ニュートン、ニュートン来た。これだ。手前のこの角を剥いでいきます。剥げないっすね。頭を撫でるって感じでいきました。いや、でも初手でどう転ぶかってのめっちゃ大事な気がする。これはいいんじゃない。え、めっちゃいい、めっちゃいい。ギャンユスで右のあの角持つと後方があって、もう奥はまってるから、あの角どんどん右手のこの角ね、この角手前の抜けたけど、けどけど、きたー。左であの角頂点落ちしたらもう取れる。なるほど、もうちょい左だ。いいじゃん。ど真ん中押してる。道徳的には良くないけど、手前押しようからな、これ。これもう落ちてんだよな。あ、これ手前、いや、本当に押してる。なんか沈んでるんだよな。角度、どうしたいんだけどね、どうしたらいいんだろうね。手前じゃね、やっぱ本体惜しい。めっちゃ奥やってみるか。手前狙って奥はめるのが一番いいんだけど、手前がもう落ちてるんだよ、ちょっとなんか動かなくなってきた。奥狙ってみるじゃん。めっちゃめっちゃいい。これよ。もう一回同じ。ダメ、奥すぎた。お、いいよ、いける、いける、え、いける、いってほしい。落ちてるやん。お、ほんと落ちて沈む。何もすな、暴れない。いや、いける、いける、いける。真ん中行くわ。若干高さあるから、ここが高いとこ押した方がいいかな、ここに。おー、めっちゃ沈んだ今。もっと手前に押せるね。えおー、すげえ、マジですげえ。え、やばくね。有料です。13倍。13倍マジ。その単位サンドナビっていう駅前のとこ行くんですけど、あ、マジっすか。ユニアソセントラル、ディズニー活宿セントラル。まっすぐ行ったらディズニーだったのに。
そこらしい。あそこか。そう、あそこ。撮影できるか分かんないけど、できたら撮って、できなかったら一応やってみて、結果報告って感じで。でかいよ、でも。交渉。どうでしたか、少年が教えてくれた。あと撮影許可もらえなかったから、見てほしかったわ。見てほしかったよ本当に、こんな撮れて。そうこれ彼とか自力で何もアドバイスなしに撮ったやつ。いいシーンでしたね。初めて来たけどこんな着方ができるとは。これはいい企画だったね。最高。めっちゃ撮れた。かわいい。おばんちゅうおばば。そういうの。最後におすすめのゲームセンターありますか？おすすめか。島鑑定団行かないか。さっきなんかシャンクスのモノマネ2点ぐらいの人が教えてくれたゲーセン来ました。これよく来るとこだけど。来たことある。よし、じゃあ行こう。よし、まず真ん中で。大体この箱、とりあえず真ん中だな。いや、これあるないって。1センチぐらい右アームに寄せて、ちょっとこっち側に振りつつ奥に投げて終わり。え、これこっちにバッタンしたら落ちるよね、倒れなければ。いいいい、頼む。くる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 。あー、もうちょっと。いや、右でやる。左でダメなら右の法則。いや、めっちゃいいぞ。いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。いや、あの下角がバーうちに出さえすればいいから、右手前にこれで出たじゃん。もう一回右でこれパッパッタンじゃないと。お、ちょっと、あ、見せた見せた見せた。あ、うまいうまい。皆さん、うまい。あ、落ちる。もうちょい寄せればいいか。逆に寄せない方が。いけ。ちょっと奥め。いい気がする。あ、落ちた。滑ってる。だあたらどうなんだろう。ちょっとカードなんで出たからやりやすくなった気がする。うまい。いや、これいいでしょ。いや、ちょ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 、奥元、真ん中で超奥、もうちょい奥。いや、いった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 。おお、すげえ。これどうですか。いいし、いいしすごい、マジすごい。今の真似します。いいんじゃない。違う撮り方も見せちゃう。有料店だったらね、回せば撮れるでしょう。よし。あー、かわいい。後藤先生、これめっちゃ多分設定辛いから、これ撮れたらすごいよ。あの、立たせるふりして立たせるふりしてんの。これふりしてます。だったら気まずいやつだこれ。今ちょっとこれ超大事だな。やばい、いけないね。入れば、入るの有料だね。ちょっと手前来たけど、奥行って、もうちょい、もうちょい手前、もうちょい手前なんだ。あ、もうちょい奥だ、ごめん。あ、いや、もうちょい奥行けたか。いや、完璧完璧完璧すぎる。オッケー。左アームの押してる。左アームで、ね、おお、やった。いや、一番取りやすかったね。さすが。ちょっと呪術つなぎ、またちょっと違う剣でもやっていきたいところでございます。お疲れ様でした。お疲れです。角持つイメージがいいのかな、もうこうなったら。これゲットでしょ、こっちは。よし、同時やん。仲良し。おしゃれ、仲良し。こんなことあるんだ。やった。